一十一歳の食前、白飯、じゃがいもの味噌汁、小酒、基本的に三つき、茶碗、碗、皿が並び、そこに収まる。一十一歳とは、汁ひと品、菜と品だけの食事のこと。一十一歳とは、主食に汁物ひと品と菜と品を添えた日本における、献立ての構成の一つであり、素食を指す。一十一歳と言っても、汁と何、さらに、 こうのものを少量添えることはしばしばある。一汁一菜はもともとは、おかずが一品のみしかない、質素な食事の意味で用いられた言葉であったが、食生活の欧米化や食べ過ぎ、肥満傾向、生活習慣病、飽食が日本人の健康を害しているという事実が明らかになってきた近年は、むしろ良い意味の言葉とされ、健康に良い食事、献立てとして着目されるようになった。 一汁一菜もちょっとした配慮、工夫で栄養バランスも良くなり、この一汁一菜で健康で長寿になれるという。例えば、全寺の食事が一汁一菜の食事を守っており、前僧たちは一汁一菜の質素な食事でも、寺の仕事と修行をたっぷりこなし、さらに病気にかかりにくく長寿を全うするという。一汁一菜を守っていれば、食べ過ぎになるということもなく、標準的な、 大きさの器に常識的な盛り方をすれば特にややこしいカロリー計算などしなくても食べ過ぎを防止することができる。かつて一汁一菜を守っていた日本人には肥満や高脂血症などはほとんどなかった。医療費の増大に困っていたアメリカはマクガバンレポートで肉、乳製品、卵などの動物性食品を減らし、穀物や野菜、果物を多く取るようにと勧告。 日本の食習慣を見習うべきであるとし、玄米を主食にしていた、元禄時代以前の日本の食事を理想的な食事としている。しかし、日本でも食生活が欧米化するに従い生活習慣病が増加し始めたため、農林水産省が一汁一菜を現代風にアレンジした、人知汁三菜の日本型食生活を提唱、バランスの良い食事として紹介している。また、 量の不足を脱した1970年頃の日本人の食事はフランスの農学者ジョセフ・クラッツマンをして理想的と言わしめたものであり栄養学的検知からすれば理想的なものだっただが最近の日本人は次第に忙しくなって食事の用や器を洗うことも面倒だと感じる人が多くなり一汁三菜だったものが菜の数が減って 一汁一菜を通り越し、副食、主食、スープものがすべて合体化し、たった一つの器に持って出す、ワンディッシュ化が起きていることが懸念される。他に、ルなという表現には、本前料理や解析での、一汁三菜という別概念がある。汁物一品とおかずを三品にした構成である。客の身分、役職により、名の数が変化する、本前料理の中では、 最も簡素な形式である。解析では向こう漬け、煮物、焼き物で三菜となる。必ずしも質素な食事とは言えないが、幸福を満足させることではなく、器を目で色彩を楽しむことが重んじられ、西洋料理のガストロノミーとは価値観が異なる。もともとは鎌倉時代に禅寺で取られていた質素倹薬を重視した食事の形式を指す言葉であった。よっておかずも、 野菜を用いた極めて質素なものであった。この食事形式が一般の人々にも広まり、やがて一十一歳、一十三歳が日本の伝統的な日常の食事形態として定着するに至った。ただし、鎌倉期以前の律令時代の下級官人と庶民の食事形態も実質的には一十一歳である。江戸の長屋で暮らしている人々の場合、 クレームツに男性が帰って、湯屋に行って湯を浴び、それから食事となり、一1一菜、ないしは一2二とこのもの程度を食べたといい、おかずとしては、夕味というように、夕方にお菓子に並んだ新鮮な味や小肌が喜ばれたという。ただし庶民にとっては一1一菜も日常の食事としては贅沢なものであり、通常はおかずなし、つまりご飯、汁、 漬物のみというのが日常の食事スタイルであった人も多いとも言う。玄米で食べれば、米は完全食であり、味噌汁で大豆タンパクを補えば、栄養学的にはそれで十分なのである。1日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたいと、宮沢賢治は詩の中で歌っている。 重労働をこなしていた時代には米を大量に食べてカロリー源とするのみならず、タンパク質も米から摂取していた。比率は多くはないものの人間にとっての必須アミノ酸がバランスよく含まれ、米はタンパク質の補給源としても優れた食品であり、米のみで人体を維持するに十分なカロリーとタンパク質は得られるのである。一方で白米のご飯で同様の食事スタイルをとると、 栄養不足に陥ることとなり、江戸時代には俗に、江戸患いと呼ばれた。江戸時代には、上杉鷹山や池田三政が人々に、倹約のために食事を一汁一切にするよう命じた、ことが知られている。松代藩のように、おかず禁止令を出して徹底した倹約を図った藩も、存在する。二宮尊徳も方向先の小田原藩があろう。服部り家を建て直すにあたって、おかずを禁止している。 エビー工事園大事善藤本則之、できる人の活性能の作り方 P49。栄養のバランスと健康に本栄養主会和食日本人の伝統的な食文化とは、農林水産省世界に認められた、和食見直される魅力。NHK をはよう日本。 小説日本史図録山川出版社第5版2011年 ISBN978 から4から 634025240P49 e 庶民の食事に至っては全部で407キロカロリーとしている平井清志町跡町人生活学習研究者大石学大江戸丸はかり地点 P58 石毛直道日本の食文化史岩波書店2015年 ISBN 978から4から00から061088から9、20から21ページ。ありがとうございます。